団子。あらあら、お団子は逃げないから。はい、あんして。ああ。やっぱりあげない。ああ、美味しい。は？何してんの？そういうのはいいんだよ。殺すぞ。よしかちゃん。なんちゃって。ああ、びっくりした。もう、そんなこと言っちゃダメでしょ。お団子、お団子。はいはい、今あげるからね。次やったら腕ごとかみちぎってやる。はい、あん。ああ。うまい、うまいぞ。あらあら、よかったわねー。今日はこの一本だけね。は？それだけ？は？どういうことだ？だって、え？まだ残ってるのに？何故そのような思考に？わい、これが絶望か。世は残酷だ。いずれ海は干上がり、地は裂けるだろう。だがそれは始まりに過ぎないのだ。よしかちゃん、黙の始まりだ。この世は闇に包まれるのだ。よしかちゃん、どうしたの？どこに向けて喋ってるの？そっちに誰かいるの？なんちゃって。いやいや、今のはなんちゃってで済まないわよ。なんかすごいこと言ってなかった？あなたそういうキャラだったっけ？もっと、こう、頭悪い感じというか。物理的に腐ってるというか、気にしてるんだから腐ってるとか言うなよ。殺すぞ。ごめんな。え、今殺すとか言わなかった？ああ、よくわかんないぞ。なんだったっけ？そうだ。お団子、お団子。いやいや、ごまかされないわよ。あんまりそういうこと言うと、消すわよ。殺すとか、消すとか軽々しく使うなよ。みんな必死に生きてんだぞ。頑張ってるんだから。クリスマスも一人、正月も一人、いつか何かあると思っているけど、自分からは何もせず、とりあえず生きてるだけ。毎日同じことの繰り返し、ただ生きてるだけ。でも、そんなんでも、みんな必死に生きてるんだ。だから、殺すとか言うんじゃねえよ。二度と言うな。次言ったら、殺すぞ。ごめんなさい。え、今言ってなかった？何のことだ？あ、あんなところに、前のネリになる前リベリーハーンを後ろのネリにしている連子がいるぞ。またまた、そんな古典的方法。え、前のネリになる前リベリーハーンを後ろのネリにしている連子がいるの？っていないじゃない。美味しかった。ほら、ダメじゃない全部食べたら。私、知らない、あるよ。まったく。今日だけだからね。やったー、にゃんにゃん大好き。もう調子いいんだから。